どうも、キスケです。本日は、新しく追加されたユニークフラグメントをスーパーベジータにつけて、使っていこうかなと思います。しかもスーパーサイジンパーティーでね、ちょっと使っていこうかな。射撃攻撃 35% なんで、さすがにがっつり火力出ると思うんで、ちょっとやっていこうと、思います。で、前回は紫枠ブロリーにしとったんやけど、ちょっとね、受けキャラがいないと厳しいかなっていうことで復活ご飯にして戦っていきます。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあ、マッチングしました。今月サイヤ人パーティー対戦やっていきましょう。まあ復活ご飯でいっか。これ確実にキールは出てくるけどね。まあまあいいわ。やっぱライジング受けれるっていうアドバンテージの方が多分でかいと思うんで。あ、出しがち？マジか。お前マジか。出しがちか。お願いします。打撃しかないのつらみ。あ、これまずいね。いやー、ここで噛み合っちゃうのはちょっときついぞ。ああ、外していく。ああ、ラッキー。これはおめえあれよ、密着状態続くかなと思って打撃発動したら入ったわ。いや、いい火力。マジで予約アーツの火力半端ない。射撃アーツがあればな、もうちょい良かったのかなとは思うけど。 OK。 いや、これ捕まっ、怖すぎ。ダメージ稼ごう。おい、あんま稼げてないな。攻める手を休めないよ僕は。ほら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 。おあ、ごめん。よし。ごめん。ごめん、申し訳ない。やっちゃったよ。やっちまったな。さすがに顔外れるよな。ちょっともったいなかったか。究極圧。うわー、最悪。マジか。じゃあ俺のメインが。くっそー。うそだろう。いやー、これ特殊圧で見られてライジングとか一番寒いんで。退散。うわ、最悪。おわちゃんマジで。おっと、いやー、これ必殺怖。やめて。ああ、怖え。マジで怖いんですけど。うわ、つえ。火力やば。射撃、打撃の火力もね、そのユニークアビリティで 60% ぐらい上がってたと思うんで、確か。打撃もまあ悪くないよね。ただ射撃の火力がもう、ビアすごい。いや、ちょっときついな、これ。皮は外したけど、ライジング、どこでも飛んできそうやね。黄色か。紫捨てよう。多分、青と黄色が残ってれば、なんとかなるはずなんだよな。多分ね。うまっ。ビア。おい。おい、ナイス。うめえ。こりゃうめえわ。オッケー。申し訳ないですね。あざす。母ちゃん、いいんですよ、母ちゃん。あー、ありがたい。死ぬを。オッケー。さらそう。バニシング奪って、あ、入っちゃったよ。クリティカル発生してれば、なんか落とせとった疑惑あるけどな。タックルいく？はい。うわー。あー、オッケー。勝ち。よかった。ナイスナイス。ライジング呼んじゃったしね。このベジータ様とやり合えるとはなかなかだな。はい、マッチングしました。ライバル中。お願いします。
緑、黄色、青とかかな。うん、ナマステ。最近カレー食ってないな、そういえば。食いたくなってきたな。あ、赤色出てくんだ。なるほど。お願いします。あの赤色のケフラーもね、普通に強いんだよな。タクル。速圧いこう。ナイス。まあでもこのままでいっか。おい、メイン使っちゃおうちょっとさっきの試合みたいにもうてんやわんやなったら嫌なんで、使えるときにも使っとこう。なんか全体回復あるようでないよな、もう。はい、ナイス。ドラゴンボール集めれるね。はい、いい火力。もう一丁いっちゃおう相手のペースにさせない。もう、うわ、相手のペースにさしていく言うてるそばからどんどん攻めてって、相手のペースをもう崩す。うわ、嫌だなーっていう、そんな戦い方をしたいね。あー、相手のペースになりましたおっつ、変えよう、欲張っちゃおう。待機カウントちょっと短いんでね、欲張っていい。おい、嘘だろ。まあラッキー。ほい、ナイス。あ、そういえばライジングどこに飛ばしても良さそうやね、これ。オッケー、ライジング、ありがたいな。はい、いや、火力高いね。今回のユニークフラグメント結構さ、パーフェクトソルとかにもつけれるし、あの青色の覚醒神頃にもつけれるし、わりかし環境にチラッといるキャラクターにもつけれるっていうのがいいよね。悪くないよね。合わせて、たまたまあっただけやけど。ほい。OK。メインで見て。怖い。いやー、ちょっと回避出てないの今の。押したんやけどな。押してないんでしょうね。出てないってことは。俺が悪いわ。よくないわ、そういうの。回避入れとったはずなんやけどな。入ってないんでしょうけど出てないっちゅうことは、メインでも見てくる。オッケー、美味しい、これ。うん、あざした。さあ、マッチングしました。根血、うわー、怖い。こういうパーティーマジで怖いよな。ただ、紫2枚で来ることはわかるんで、多分。赤2枚じゃないでしょ。ああ、そうだね。これはね、頑張りたいね。頑張りたい。青と紫の通りがめちゃくちゃいいから、その辺はね、ちょっと、頑張りたいよ。うまい。はい。はい、ぐるぐる変えちゃおう。ぐるぐる変えれるのが、ああ、5点強くねめっちゃ強いねんけど。うわ、マジか。なるほど。使っちゃおうか。使っちゃおうねー。はい。ドヒャーですわ。そっちか。マジか。バーダックに引くやろうっていう心理を利用して、黄色から行ったんやけど、深読みしすぎたな。てか、そんな早くキャラチェンするとは思わんかったわ。ああ、速圧。ただこれは赤が引いたばっかなんで、受けれるね。ああ、うめえ、これ。最高です。ダッシュタックル見せかけムーブです。今のが命名します。詐欺タックルにしよう。詐欺タックル、これはありがたい。反射神経がいい人ほど引っかかってしまうっていう。
悪魔みたいな最悪そんなこと言ってる場合じゃないぞ。これ特殊で見られんの怖い。あーやっぱ持ってたか、危ねえ。はいはい、あーうまマジで。しゃしゃっす、ありがたいね。まだ不死身が生きてるっていうのがだいぶでかいわ。俺スーパーベジータのバニシング回復もう忘れてたわ。今ふと思い出した。もう使ったんやろか。ああこれってどうやってやんねやろ。普通に射撃キャンセルからの回避で相手の回避に合うのかな。なんか俺結構ねこれに駆られてんだよなずっと。まあでも初見はしょうがないと思うけどね、相手の癖とかわからんから。おい、いやうまっ、うまこれ。はい、これは多分射撃で落ちるでしょう。究極使わなくてもいいと思う。はい、オッケー、さすがにいったっしょ。ソーク技入っていく、ナイス。あ、嘘だろ嘘だろ、え勝ち確やったやん、最悪。え、マジで最悪なんやけど。ナメブみたいになってるやん。はい、やらかしたー。はい、おい、こっから負けたらマジで伝説よ。それこそレジェンズよ。うわ強えな、有利属性でも結構入るね。あ、回避入ってるわ。あ、入ってない、よかった。ドン、はい、よし。いやー危な、なんで、完全なる操作ミス。ありがとうございました。このベジータ様とやり合えるとはなかなかだな。はい、皆さんお疲れ様でした。今回はスーパーサイヤ人パーティーで、スーパーベジータプラス、新しく追加されたセル編のユニークフラグメントつけて使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ火力高い気するよね実際、まあ、35% という、とすごいね、パーセンテージ上がってるわけなんで、まあ火力上がってなかったおかしい話なんですけど、まあ、だいぶ良かったんじゃないかなと思います。ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。